皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券 f x ーリングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います、はい。左側が現在のマーケットのレートなんですが、円安に動いてます。ドル円113円の89銭。今日の高値は113円の94銭。 今ちょっと90まで来てますね。ですので、114円台にあと一歩のレベルまで迫っています。ユーロドルは1.1599。えー、今日の高値は1.16ちょっとつけましたね。それで、まあユーロも少しユーロ高に動いてるドル円はすごい円安ということで、ユーロ円は132円の11銭までユーロ高円安が進んでいます。5ドル円は84円の43銭。 そして、ポンド円は155円の75銭。現在、このようなレベルで東京マーケットで取引が行われています。それでは、ドル円の1時間足のチャートを見ながら、今週の動きを振り返ってみたいと思います。今週、先週から今週にかけて、ドル円は大きくドル高円安に進んでいます。先週のマーケットライブのところは雇用統計の直前というところで、まだ112円いくかいかないかというところだったんですが、今週はですね、一気に ドル高円安が進んで113円の93銭まで上がっています。10月の安値は110円の82銭ですので、この安値と高値の中間が112円の38銭。まあ、そういう意味では112円の40ですね。ですので、単純に考えて、この10月のドル円の 強気、弱気の判断は、ドル円が112円の40銭よりも上にあるか下にあるかということが言えると思います。ただ、今も114円台を狙うところですので、もう強気中の強気というところですね。さらに、長いところ、次はドル円の8時間足を見てみたいと思います。ここですね。113円の93銭。 10月の初め110円の82というふうに言ったんですけれども、これがここのところに相当します。ちょっと長いところで見ると、まあ、ドル円ですね、しばらく横ばい状態、109円から111円ぐらいのですね、横ばい状態がついていたんですけれども、ここに来てですね、大きく動いているということがわかります。で、癒しで見るとですね、こうですね、これがですね、ドル円の 今年のこれまでの安値は102円59銭です。それから考えると、まあ、だいぶ取れ高い安が進みましたね。まあ、今年1月の段階ではですね、えー、エコノミストとか世に言われる為替ストラテジストの人たちは、みんな2021年は円高に行くというふうに言ってたんですけれども、まあ、結果としてですね、その真逆の方向に行ってるわけですね。 でですのでそういう増え方はですね、今年の年末、これから出てくると思うんですが、あまり信用しない方がいいかもしれないですね。102円の59銭と113円の93銭、真ん中は108円の26銭。ですので、ドル円、ちょっと中期的に見た場合にはですね、108円よりも上にある場合にはブルートレンドが続いていると。もちろんこれから113円が110円ぐらいに下がってくる。短期的にはそういうような動きもあると思うんですけれども、長期の、例えば2022年の ことを考えた場合には108円よりも上、つまりドル高円安であればですね、このトレンド、ドル高トレンドは続くというふうに考えてみたいと思います。そして次なんですけれども、これはドル円の1週間のチャートですね。ドル円、この113円、じゃ114円をつけると次はどうなるのかということになると、ここです。114円の55銭が 次のターゲットになります。もうこれはですね、2019、2020年の強い強い抵抗ゾーンが今週破って114円台に進んでいますので、もしかすると今夜114円台を見ることができると思います。114円というのはですね、例、ま、はあ、初めての114円台ですので、えー、注目したいと思います。ただ、まあ、ワンタッチするのと、 114円で今日のニューヨーク,クローズを迎えるのというのは違うと思います。えー、今日のもし、えー、ニューヨーク,クローズでも114円台を維持するということになるとですね、このトレンドはですね、ますます、えー、力強く、まあ、このトレンドの、えー、流れっていうんですかね、この円安はもうしばらく続くんじゃないかなというふうに思います。その先はどうなるのかというとですね、 これは1ヶ月なんですけども、ここですね、113円の93。そして、えー、さっき見た114円の55銭ですね。その上というのはですね、大きなものっていうのは、実際ここの段なんですけども、118円。そして、その上は125円の85銭ということになるので、まあ、114円が超えていくとですね、そうするともう来年はですね、120円というのがですね、 マーケットの視野に入ってくるわけですね。この2016年でこう下がって上がっているというのはですね、まあ、皆さんもえ記憶されているかもしれないんですが、ちょうどトランプ大統領がえ大統領になった、トランプ氏がと言った方がいいですね。トランプ氏が大統領になった大統領選挙の年で、マーケットが一旦円高に行ってから円安に動いた年です。それかららしばらく 振り返ってみればですね、欲ばい状態が続いたんですけれども、また今度は大きな円安トレンドに行く可能性があるというね。まあ、ちょっと長いところで見てみたんですが、とりあえず、来週注目指標も確認してみたいと思います。まずその前に今夜、アメリカでは交流売上高とミシガンの消費者信頼期間指数がありますので、これは注目と。 えー、そして来週はですね、中国の GDP と小売売上高があります。中国はエネルギー問題がありまして、他の国よりもですね、早いペースでスタグフレーションが進んでいるということが言われていますので、この経済指標をちょっと注目していきたいなというふうに思います。で来週の水曜日は、欧州、ユーロ圏での消費者物価指数の発表があります。 ユーロもですね、アメリカと同じようにですね、インフレ懸念が強まっています。そうすると ECB の政策金利、金融政策にも影響が出てくるので、この指標は注目したいと思います。そして木曜日になりますね、10月21日はトルコ中銀の政策金利の発表があります。トルコリラ、まあ取引されている方も一定数売られるのかなと思いますが、まあなぜここを水つにしたかというと、トルコ中銀、 来週の政策金利で,ですね、50ベーシスあるいは100ベーシスの利下げをする可能性があります。これはなぜ重要かというとですね、他の国、まあ、日本を除いてですね、アメリカにしてもさっき言いました、ヨーロッパにしてもみんな中央銀行が利上げ方向に進んでいるのに、トルコが利下げをするとどうなるか。トルコからお金がどん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 ですね、出ていく。 ということは、トルコリラがさらに安くなる。トルコリラはですね、昨日、史上最安値をドルでつけてるんですが、それを更新する可能性があります。ですので、大変でもトルコリラの買い持ちポジションを持っている方は注意された方がよろしいかと思います。まあ、そういうことでですね、えー、指標を見ながら、えー、来週はドル円、もしかしたら今夜かもしれないんですけれども、114円、それから先 さらに円安が進むのか、それとも114円で一旦満足してえ、少し来週は調整モードに入るのか。いずれにしてもマーケットが動き始めましたので、注目していきたいと思います。今週は以上です。どうもありがとうございました。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いします。